岸田総理は公明党から慎重論が出ている国際共同開発した防衛装備品の第三国への輸出について当面は次期戦闘機に限定する方針を表明しましたさらに防衛装備品技術移転協定の締結国に限定するなどの方針を示し個別の案件ごとに閣議決定を行うことも明言 厳格な決定プロセスを経ることで平和国家の理念を堅持するとして理解を求めました。